いい会話ができると思うよ。はあ、今年教科何来るかな。一応あれだよね、去年だった場合14期ぐらい来てたよね。合計14期でしょ。だからまあ今回も14期ぐらいのサーバントが来ると思うんだけど、どうなんだろうな。レアリティでまず見るか。低レア何が来るかどうか。半分ぐらいは低レア強化されると思うんだけど、あー、なんか個人的になんだけどさ、なんかやっぱさ、コルデーとかさ、ここら辺のさ、なんかまだ強化もらってないキャラクターって一定数来そうな気するな。まあ、なんかコルデー来そうな気がするな。なんかコルデーありそう。新旧宝具強化しますとか言い始めたら結構ぶっ壊れるけどな。まあ、あの銀のキャスターが3人来たらマジでこれ熱いね。激熱演出だね。銀のキャスター3枚あった瞬間、ジェロニモ3回連続確定です。これ。俺期待してますね、マジで。いやー、けどネタで言ってるけど、普通にジェロニモは強化してほしいんだよな。なんか、正直強化じゃなくて修正レベルでもいいんだけど、味方単体にみたいな感じにしてほしいな。単体になるだけで相当強いと思うんだけどね、俺は。どうかな。あー、確かにサンソンも正直、人間特攻を変えてほしいな。人特攻にしますみたいな感じのこと言ってくれると熱そうだけど、ぐらいか。けど低レアで強化してほしいキャラクターいるかって言われると、ある程度強化されてるんだよな。なんかさ、ケンジルとかさ、あれジェロニモってさ、強化っていうよりもさ、修正してくれ感あるくない？修正しろよ感はある、どちらかっていうと。強化じゃない、あの全部スキルを丸ごと変えてくれみたいな、リワークしてくれっていう感じがするから、なんとも言えない気がする。ああ、まあ個人的に強化来てない、やっぱジャガーマンとか来てくれても個人的に嬉しいな。あー、双銀関連で、あ、けどね、ジギハイに関しては一回強化来ちゃったからね、前回。来ちゃった分ちょっときつい気はするな。だったらなんかスキル強化されてない百望とかが来そうな感じはする。あー、確かに馬も強化してほしい感はあるかも。馬のこの回数式火力アップ、これ変えてほしいよね、普通に。もしくは倍率もうちょっと上げてほしいよなって感じはする。ホッサンそんな感じ？え、けど、だいたい7体来ると思うから、今パッと言った感じだと、セキトバ、ジャガーマン、コルデー、サンソン、で、まあ、あれか、まあ、ジェロニモ、セイバージルやったら、まあ6期ぐらい行くっていう感じか。まあ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 って感じやな。エウリアレはね、第3スキルが追加されただけで強化はされてない。もともとスキル2個持ちだっただけかな。あー、けどそう考えると、宝蔵院とか、もう今マジで影ねえから、ねえ、ワンチャンありそうだな、ここら辺。あー、リカルド、第2スキル強化されたら熱い。って感じはする。ヘクトールはもうめっちゃ今強いんで、ないっすね。宝具強化と、あれ、味方全体宝具威力3ターンになってるんで、ここら辺は来ないと思う。っていう感じだから、まあそこら辺かな。強いキャラクター1体ぐらい強化される傾向はあるから、マンドリカルド強化っていうのは十分にあるかもしんないね。で、次、星4か。星4むずいよな。星4って何？うわ、星4、うわ。星4、けどそうか、星4と星5は一緒になると思うから、ここから全部で考えないといけないのか。星5めちゃくちゃ分かりやすいけどな。な、もう星5なんてね、な、めちゃくちゃ分かりやすいよな。なんか星5サーバントで強化してくださいみたいなこと言ったらさ、もうなんか岩オーガナね、なんか出てくるよね、ここら辺。星5マジこの2機は強化するべきだと僕は思いますよ。ジャンヌとブラダマンテに関しては早急に強化するべきって思いますよ。やってくんねえかなって思う。やれよって思うぐらいにやってほしいよな。ここら辺やってほしい。で、それ以外だと強化、地味に強化来てほしいとか誰だろうな。
あ、ナゴンちゃん、確かにナゴン強化してほしいっていう声いっぱいあるよな。ナゴンはワンチャン確かに強化来てほしいって思うかも。ポテンシャル、生きていけるポテンシャルはあるんだけどさ、やっぱ他のアーチャーが強すぎるがゆえに、そのポテンシャルすら消えちゃってるっていうのがあったりするからね。そこもったいないよな。強化されないとは思うんすけど、ここら辺の NP25% 族が NP30% になったらいいっすよねっていうのはあるか。ライダー思ったより、まあ、このコーチングとかいう闇をもう一回強化してくれっていうのはあるけど、別になんかこの子はいいから置いといて、それよりも強化するべきキャラクターはいっぱいいる。ああ、けど式部さんとか正直防具強化してほしい感じはあるな。なんか今足りない気がする、式部さんに関しては。ちょっともったいないかも。アナスタシアも強化してほしいっていう人いたな。まあここら辺はキャスターがゆえに強化されたら強くなるからやってくれっていうのはあるかも。あ、いるやん。ああ、けどクレパ防具強化されてたっけ？いやー、けどクレパもなー、スキルかなー、スキルかどっかになー、攻撃力アップ、あー、うん、皇帝特権を確定で発動できるようになれば、こいつは強いんだけどな。で、あとセミラミスもか。あー、アサシンって強化自体はされてるんだ、宝具はちゃんと。あー、けどその分スキルが見合ってないからか。まあ、けどセミラミスは第3だな。これスター8個っていうのをなくせば解決って感じはする。おっきいはもう諦めよう。おっきいは、まあこの NP チャージに、なんか NP20% だけど40%とか50%になるとかになったら結構派遣になるかもしれん。バーサーカー。バサーカーだったら雷光さんかな。けど雷光って2回強化来てるんだよな。ってなると降雨？ちょっとここ難しいな。なんか全体 NP がいるからな、最強って感じはするんだけど、なんとも言えない気がする。ナイチンゲールも強化来てほしいけど、3回強化来てるんで、まあ、正直ないかなって思ってる。あ、いた！強いのに弱いっていう。ジャンヌよりは強いはずなのに、なんかジャンヌと同等ぐらいの弱さにしか感じない。始皇帝さん、あなたは早くスター獲得を持ってきなさい。そしたら解決よ。スター獲得さえ持ってこればあなたは最強になれるのに、どうしてされないんだ。あ、いたやん。水着アビーなー。いやー、この子はシンプルに宝具強化だな。宝具後でも種火が倒せないって意味わかんないんで、できたら倒させてほしいっすよねっていうのはあるよなー。かなあ。あとはなんかいるかなあ。ガラティアの防具強化は確かにやってほしい。ブラドさんが正直今防具強すぎるから、というか死体蹴りしてったから、スキル強化で弱くはないんだけど、防具強化して、なんかせめて火力はブラドと並ぶぐらいになってほしいっていうのはあるね。あ、ジャックちゃんの、俺ジャックちゃん第2スキルよりも第3かな。味方単体の HP 回復に弱体解除つけてほしい。弱体無効をつけるだけでもいいかな。なんか、もう一個欲しいね。で、星4か。星 個人的に星4、最弱とまでは言わないかもしれないけど、結構最弱だなって思っている山並さん。もうちょっと、さあ、これ、新選組バフの倍率高くしてくんない？新選組だったらさ、クリティカル100%アップとかでもよかったのよ。以外は程よく。あ、けど今の環境だと割とディルムットランス、あ、セイバーか。セイバーのディルムットとか、まあ、ここら辺ちらほらと強化してほしい感はあるか。なんか単体性能自体のことを言うと、正直ここら辺のやつ弱くはないんだけど、ちょっと、なんかあまりなんか、生きないよね。ラーマくんとかも、スキル構成自体がな、ちょっと古いっていうイメージがあるから、まあ、ここら辺、ちょっとやってほしいな。てか、セイバーはどちらかっていうと、単体とか補助か。そこら辺が強化されると、個人的に熱いね。だから、デオンくんちゃん、ラーマとか、ここら辺もやってくれると嬉しい。アーチャー。アーチャー。
まあ、巴だよな正直。スキル強化来るんだったら正直熱いとは思うけど、どうだろう。セイバーランスロットは前回強化来ちゃったんでね、多分ないと思いますよ。けどこう見るとアーチャーって別に悪くはないんだよな。ある程度強化もらってたりとかするしね、ここら辺。そういえばデミアさん、あなた復刻なかったね。そういえば。なぜお前は強化されたんだ。あとは、ランサー。ランサーなぁ。カイニスとかなぁ。宝具強化してほしい感あるんだよなぁ。ていうか、あれなんだよなぁ。なんか、怪力とかさ、こういうさ、2ターンしか攻撃力上がらないとかさ、軍略とかさ、よくわかんねえスキル持ってるキャラクターはちょっとスキル強化で手こ入れしてほしいはあるよね。あーどうなんだろう、処分先生どうだろうな。悪くないんだけど結局この人一発屋だからな。一発屋、なんとも言えんな。なんか水着シリーズは正直強化してほしいな。なんか水着ってさ、基本もう強化が一切入ってない子の方が多いじゃん。配布はもう仕方がないと割り切るけど、水着はできたらなんか強化祭りみたいな感じでダダダダダダダって強化してくれると相当熱いんだけどね。マルタさん、あーマルタさんどうなんだろうな。正直マルタさんシンプルに攻撃力アップが追加されたらめっちゃいいと思う。ここのやつがさ、山の翁みたいにさ、攻撃となんかあの防御力アップみたいなのついてくれるんだったらめっちゃ熱いかも。あ、そういえばそうですね、水着キヨヒーもいたね。この子はマジで現環境どう使うんっていう、まあ強化してほしいですね。キャスターナーサリーかな。ナーサリースキルにアーツ性のアップつけてほしいよマジで。ここら辺やってくれるだけで正直結構変わるんだけどなーって思う。あー確かにあれだな、そういえばそうだね、パールのデメリットとかデメリットついてる系もなくなってほしいな。ここら辺の NP10% で自分減るけど味方に付与するとか、そのこと考えるとあれか、水着の沖田さんとかなんかよくわからんスタンついてるし、これ変わってくれって思うし、フランちゃんとかも一回宝具強化されてるんだけど宝具打ったらスタン付与しちゃうから、ここもなんかやってほしい感はあるな。デメリット持ってるキャラクターがデメリットがなくなってくれることを祈りたい。ここら辺もね、まあアサシン関連は全体的に宝具強化してくれるとプラスだから宝具強化してくれって感じか。エミアサシン、エミアサシンこいつスキル一切強化されてないんだよな。魔術これアーツ性のアップせめて3ターンになりませんか。ダメですか。ダメか、やってくれよ。ステンノはどうだろうな。正直ステンノとかエウリアルシリーズは魅惑の美声が異性じゃなくて誰でも活動するようになったらめちゃくちゃ熱いと思ってる。それだったら結構強くなるけど、それ以外の吸血と女神の気まぐれはシンプルに強いから、ここに防御力ダウンとか入れるとかシンプルな強化になりそうだなって感じはするね。配布だけどチャチャキやってほしいな。チャチャさ宝具火力くっそ低いからさ、やってほしい。もしくは普通に攻撃バスター性のアップぐらいつけてくんないかな。チャチャマジでなんか配布バーサーカーがゆえに弱いんだよな。ランスロット、ランスロットくんは、あ確かにスキル強化、この子第3スキルが追加されただけだと思うから、もうそろそろ宝具強化とかあってもいいかもしんないね。ベオウルフはね、弱くはないというより、ベオウルフ思ったより強いよ。思ったより強いけど、思ったより強いだけなんだよな。宝具さん強化3回されてるからもうしゃねえか。星4で使い道がわからん子、一定数いる気がするけど、一定数俺がいる中でやっぱ新両玉とか、まあ高難易度で使えばいいんだけどちょっと微妙だよねみたいな、かつ去年強化されちゃったしなーっていうのあったりするし、リップはね、てかリップはアルターエゴっていうクラスがシンプルに強いから、なんか俺個人としては別に感はあるかも、リップは。でかつ3回強化もらってるからな。やっぱ
教科がさ、1回2回、1回だったらまだしも、2回以上もらってるキャラクターが、俺は教科クエにいてほしくないんだよな。なんか、お前3回目じゃんとか、お前2回目じゃん、なんかちょっとなえるんよな。ギリ2回か。ギリ2回目の強化だったら、ああ、足りないところが補填されたんだな、よしっていう感じにはなるんだけど、3回目の強化は、いや、それより、他をやってくれっていう。他やってくれや。水着。けど水着はやっぱり弱いキャラクターがいっぱいいるから、水着は強化してほしい感じあるな。デホンくんちゃんは、正直今使えないね。けどこの子自体がもう完全的にデバッファーって感じなんで、微妙。あ、あと、一応ね、強化来るんじゃないっていう噂があるのは過激用だね。過激用が、今、現時点で復刻されていないランキング1位なんすよ。そのこと考えたら、過激用が普通にピック来て、強化されるとかは、ワンチャンあったりはする。けどなんか、言い出したら多分あれなんだよな。キリないと思うから、俺の独断と偏見で考えるけど、まあやっぱり、ブラダマンテと、ルーラージャンヌは正直いち早く強化してほしい感ある。この二人は強化するべきサーヴァントだと思うから、この二人は強化してほしい。で、それ以外は、どうだろうな。まあ、個人的に俺ランリョウとか強化してほしいなって思うし、エミアアサシン、ナーサリー、エミアアサシン、ここら辺も強化してほしいなーって感じかな。で、配布シリーズで言うと、チャチャとかやってくれるとめっちゃ熱いっていう。アイドルは強化ないけど BGM カット実装は、そう、やってくれたら俺ちょっと笑顔になるね。けど多分ないです。そう、配信者特攻っていう珍しい宝具だからね、ちょっと困っちゃうんだよね。あ、ただ、俺一つだけ、そうだ、強化に関して思うことがあって、ワンチャンイブキちゃんとかこういうね、なんかぶっ飛んだキャラクターなんだけど、強化されていないキャラクターはワンチャンあるんじゃないって思ってる。というか俺イブキちゃんとかここら辺のやつ来るんじゃねえかなと思ってるんだよな。なんか一体ぐらいは強いキャラクターを強化して、こいつ絶対引いとけみたいな感じで運営は伸ばしそうな気がするんだよね。